カール・マルデンはアメリカ合衆国入りのュ州シカゴ出身の俳優。アカデミー賞受賞歴1回。1938年から71年間続いた結婚生活はハリウッドの歴史で3番目に長い。入りのュ州シカゴで生まれる。父親はセルビア系、母親はチェコ系。5歳の時にシカゴのセルビア人居留地から家族で、 インディアナ州ゲイリーに移り、そこで育つ。幼稚園に入るまで英語は全く話せなかった。1931年に、ゲイリーのエマーソン高校を優秀な成績で卒業し、地元の US スチールの製鉄所で1934年まで3年間、働いた後、アーカンソー州立教育大学に短期間在籍。その後、シカゴのグッドマン劇場の演劇学校に通う。 3年後にニューヨークに渡り、1937年に舞台デビューするとエリア火山の目に留まり、後にアーサー・ミラーのみんな我が子やテネシー・ウィリアムズの欲望という名の電車に出演することになる。1940年に映画デビュー、1951年には映画欲望という名の電車で原作舞台劇で演じた役と同じ役を演じ、 第24回アカデミー賞の助演団優勝を受賞する。その後は映画を中心に活動するが、1970年代以降、活動の中心はテレビドラマになる。1968年から1989年まで、アメリカンエキスプレスの CM キャラクターを務める。1989年から1992年まで、映画芸術科学アカデミーの会長を務め、 2003年には第75回アカデミー賞受賞式に過去の受賞者として出席する。2009年に老衰のため死去。日本語吹き替えは島牛尾がほぼ専属で担当していた。ありがとうございます。